アブドゥルマリクあるいはアブドアルマリクは、ウマイヤ朝の第五代カリフ。ウマイヤ朝中高の英子と評価される。685年に父である第四代カリフのマルワーン一世が死にカリフに即位する。即位後は、ムワーウィヤ死後から進むイスラム世界の分裂を抑えるため、軍を動かして反対運動を制圧した。692年、アルハジャージ。 イブン・ユースフの率いる大軍をメッカに派遣し、カリフを自称して、ハン・ウマイヤ運動を展開していたクライ種族の有力者、アブドゥラー・イブン・アッツ・バイルを滅ぼし、帝国全土の支配を回復した。対外面においては、東ローマ帝国と戦って、領土を拡大した上、東は、アル・ハ・ジャージをイラク総督に、西は、ムーサー・イブン・ルサイルを北アフリカ総督に任じ、 二人の活躍により、それぞれシンドソグディアナ地方とモロッコ西部まで半島を拡大した。経済面においては、新たに金貨、銀貨を鋳造した。彼の知性において、アラビア語を公用語にしたことは、功績の一つと言われている。しかし、キリスト教徒を嫌って激しく弾圧した。705年、59歳で死去し、後を、このワリード一世が継いだ。施策にも優れた。 教養人でエルサレムに岩のドームを建設している。これはユダヤ教徒によって申請しされていた巨岩を覆って建てられた建物である。ありがとうございます。